日立レールは大量輸送用の車両を製作するイタリアの企業。2015年2月に日立製作所がフィンメッカニカか,から買収したアンサルドブレーダが前身、イギリスに拠点を置く日立レールリミテッドの子会社で日立レールイタリアへの改名を経て2019年4月1日付で現在の社名に変更した日立製作所参加で鉄道車両の機械部品や 電車の伝送品と電気設備の製作と企画を行っている。設計思想はアンサルド・ブレーダ時代のものを継承している。車両の操作と車載電子機器に特化したアンサルド、トラスポルティと鉄道機材の分野で世界的なブレーダ・コストリス用にフェロビアリエとの合併により成立した。ナポリをはじめピストイア、レッジオ・ディカラブリア、パレルモに事業所がある。 タイプ8マサチューセッツワン交通局への納入車両 LRV にサンフランシスコ市営鉄道への納入車両モロッコ鉄道ワンスフへの納入車両タフ Z2M トレニタリア向けロック台北都市運環状線電車イタリア内外に対し E402 アイター500タフシリオなど多くの鉄道車両を製作したイタリア以外では 北米の鉄道事業者からの受注にも力を入れている。ブレダ社時代の1990年代中期頃、マサチューセッツ湾交通局及びサンフランシスコ市営鉄道からボーイングバートル社製 LRV 車両の老朽代替車両を受注した。これらに都市に対しては、その後2000年代まで継続して多数の LRV 車両を納入している。また、 ロサンゼルス軍都市圏交通局向け地下鉄電車及び LRT ゴールドラインの製造にも携わっている。なお、この地下鉄電車も1993年当時からの旧ブレーダ社時代に建造されており、車両ドアステップにはアンサルド社との合併以前旧商ロゴマークのブレーダが刻印されている。都市高速鉄道向けにはアンサルドブレーダ時代から 無人自動運転対応のドライバーレスメトロを用し、日立買収後も受け継がれている。現行サイト Q、サイトアンサルドブレーダに関するカテゴリー、日立レールイタリアに関するカテゴリー、ありがとうございます。